これ今何やってるかというと、必死に匂いを嗅いで冷静さを保ってるんだと思います。で、本当はね、周り見れるんだけども、二人ともそうですね。うん。見れるとは思うんだけども、まずはとりあえず匂い嗅いで、ちょっとここどこか落ち着くまで、うん。それがどういう行動かというと、僕は賢いと思います。それは。ひとしきり匂い嗅いで落ち着けば周り見るようになって、遊びたければ遊ぶし、そうでもなければ当然まだ様子を見るし、今は必死で二人とも情報収集してるんですね。いいです。褒めてあげてください。おしっこしたら、おおよくおしっこできたねって。今ね、この子、4ヶ月、洋服着てる子、4ヶ月だから、大して糞便ついてないです。誰でも遊べると思ってるんで、そういう時は、もしかしたら、嫌がるかもしれないんで、もう介入する準備をしておいてください。セーフティーに、セーフティーに。ね、でも、また、逃げたけど、また来るってことは、匂い嗅がれても、そんなには嫌じゃなかった。抱っこ抱っこって言う、なんで抱っこ抱っこって言ってるかをよく考えて、よく表情を見てあげてほしいんですよ。その前のシチュエーションも合わせて。というのは、例えば今の子がわっと来て怖かったと、明らかに顔がこわばって抱っこ抱っこって言ってる時にしちゃいけないのは、それを正当化させること。あ、怖かったね、守ってあげるからこっち来ていいよっていうところを 100% 伝えちゃうと、もうそれが正解になっちゃうんで、その伝え方はよく考えて、あとはキャパを見る感じ。この子の全般負荷が大したことなかったら、低かったら頑張れ頑張れの方が上がった、上がったです、上がった上がった、行ってきなさいと。ただ全く守らないかというと、傍観するかどうかっていうと、そういうわけじゃなくて、介入っていうのはある程度、ある程度お母さん守ってくれるなっていう意識はあった方が、子供を守ってくれる方が、その行動は広がります。勇気を持っていろんな行動ができるので。それから守ってくれないとなると、もう本当自分で逃げるしかなくなっちゃう。雰囲気作りですよね。お散歩でもそうですけども、ずっとお散歩で挨拶してる時にずっと傍観してるのがいいのか、ちょっと匂い嗅いでる時に、おーいいじゃんいいじゃんいいじゃん、それ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 、うん、どんどん匂い嗅いでって、いい子だよねいい子だねって雰囲気作るのがいいかっていうと、絶対後者の方がテンション上がって、いろんな行動引き出せる。今なんかも匂いを嗅いでお母さんに報告したわけですよね。ポンと嗅げたよって、それは褒めてあげる。やったねって、もう瞬間瞬間瞬間、たった新しいところに来て犬の顔に匂いをの嗅げたっていうだけで今テンション上がったわけですよね。こっちの子は表で遊び始めた。もう余裕そうなんだ余裕です。だって表で遊ぶんだもん。これ表で、表で遊ぶんですから、結構余裕、平気、精神的には。新しいとこに来て犬がいっぱいいるけど、蓋はあるけども、結構余裕。そう、向こうの犬なんです。これが向こうの犬をしちゃった。そうで、角が立つじゃないですか、ね、相手の犬をちょっとちょっとっていうのは関係ないんです。はい、自分の犬を守っちゃうと、どうしてもそれが正解、怖かったのが正解、お父さん守ってもらってっていうのになっちゃう。何パーセントかは絶対なっちゃうんで、相手の子を止めて、あ、お父さん止めてくれた、安心、その安心感を与えてあげる。イメージはもうどんどん作っておかないと。でも散歩で相手の犬にちょっとちょっとっていうのはなかなか言いづらいじゃないですか。関係ないです、本当に関係ない。それは自分の子を守るためなんで、まだ子犬ですから。やったな、イメージトレーニング。ねえ、本当助かりました。本当仲良くなりましたね。一気に、ロコちゃんすごいね、頑張った。ロコちゃん本当変わってきたね。ねえ、どんどん遊びたい遊びたいが、すごいね。さあ、いけるかな。ルークはこの子ね、大人なんですよ。ホテルにいるんだけど、大人だけど優しいから連れてきました。大人のコミュニケーションを知ってるから。すいません。そう、触ってあげてください。その4ヶ月の間に、要は家にお客さんをたくさん呼んで、
触ってもらうってなかなかできないじゃないですか、はいはいはい、でも本当はした方がいいんですよね。その来客にチヤホヤしてもらうと、要は赤の他人にチヤホヤしてもらうと、いかにこの時期に他人にチヤホヤしてもらうかっていうのがすごい重要。大地、オッケー。ちょっと嫌がったからこの子を引き離した。その介入を飼い主さんがする準備をしておくということですね。今はね、ほら、あのまた動き出したんで大した負荷じゃなかったんですけども、それがですよ、この子がグイグイ行って例えば前足かけてとかってなっちゃうと、もしかしたら怖いって出るのが嫌ってなる。頑張れ頑張れ。こっちね、優しくできるもんね。持って帰ってもらおうか。やる気はあるんだけど、今急に来られたから。犬はすごく元気。もう褒めてあげる。もう全然喜んでない。貴重ですよ、こういう誘ってくれる子って、ね、空気が若干読めない誘い方なんですよ、これはね。まあでも、あの多分キャパあるんで、うんうん、もっともっとひどいことされてる。